2015年5月11日、法政版報によると、中国陝西省咸陽市準牛県にある革命宮跡で、立ち入り禁止のロープを乗り越えて展示物に触る中国人観光客の様子が目撃された。インターネットユーザーがネットに投稿したもので、ある男性客は少女の蝋人形の胸を触ったり、キスをしたりしていた。中国では、先頃、道省西安市の河西地にある楊貴妃像の胸を掴んで記念撮影をした観光客が非難を浴びたばかり。準牛県は、今回の騒動について調査を開始すると同時に、管理を強化し、同様の問題の再発を防ぎたいと表明している。今回の準牛県の騒ぎに対し、中国のネットユーザーからは、自分から名乗り出てブラックリストに入ってくれ、どうしてこのような行為に及んだかしっかり聴取しろ、というような声が出ている。